ただいまより2020年度子どもたちの心を育む活動表彰式を開催いたします。まずはじめにパナソニック教育財団理事長小野元幸よりご挨拶申し上げます。皆様こんにちは。パナソニック教育財団の小野元幸で、理事長の小野元幸でございます。私どもパナソニック教育財団は、学校教育の ICT の助成とか、ICT 化の活用についてサポートしている事業があるわけでございますけれども、一方でですね、日本人や子どもたちの心を大切にするということも大事な事業だと思っているのでございます。応募いただきました活動をそれぞれ見させていただきましたけれども、コロナの厳しい状況の中でですね、活動を続けるために大変な苦労をされているということも分かりましたし、新たな取り組みを一生懸命頑張っているということもたくさんあったのでございます。まあこういったこともございまして、今年の選考については、選考委員の方々も大変悩まれたわけでございますけれども、度重なる討議と厳正なる審査の結果、今回7団体を表彰させていただくということになったのでございます。いずれの活動につきましても、子どもたちと真剣に向かい合って、地元に密着しながら、熱い心を持ってですね、思いを持ってですね、素晴らしい活動をしていらっしゃると思ったのでございます。私どもはこのような活動が全国に広がって、子どもたちの健全な心の育成に結果としてつながっていくということを心から願っているのでございます。最後になりましたけれども、本活動にご協力いただきました皆様に、感謝を申し上げ、ご挨拶に返させていただきたいと思います。それではここで、ご来賓代表といたしまして、文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官、寺門重親様より、ご挨拶をいただきたく思います。皆さん、こんにちは。受賞される7団体の皆様、本当におめでとうございます。これまで経験したことのない厳しい環境の中で、それでもなお日本の未来を担う子どもたちのために立ち止まらず、さまざまな工夫を凝らされ、子どもたちに素晴らしい環境をご提供くださった皆様に対しまして、心より厚く敬意を表する次第です。皆様方の活動を通じて、子どもたちの目が輝いて生き生きとしたコミュニティが実現していくことを記念いたします。結びになりますけれども、青少年の健全な育成のために多様な活動や子どもたちへの手厚いサポートを頂戴したすべての皆様、並びに公益財団法人パナソニック教育財団をはじめ、活動の審査にご協力賜りました有識者の先生方に厚く御礼申し上げめ、私からの挨拶いたします。本日は誠におめでとうございます。それでは表彰に移ります。プレゼンターはフォーラムメンバーを代表し、入江様にお願いいたします。入江様、よろしくお願いいたします。栄えある賞の発表をさせていただきます。フォーラムメンバーの入江庵と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まずは今年特別に設けられた奨励賞から発表いたします。それでは表彰団体の皆様、ビデオをオンにしてください。奨励賞団体名、一般社団法人ホームステーション。活動テーマ、フードパス平野、子どもの居場所と親の余白づくり。こちらが盾となっております。フードパス平野の皆様、ホームステーションの皆様、おめでとうございます。おめでとうございます。奨励賞には賞状、記念の盾、および5万円の賞金目録が後日贈られます。続きまして、優秀賞の発表を入江様、お願いいたします。はい、それでは優秀賞5組の団体の発表をいたします。優秀賞
団体名、学童における感染症予防教育研究班。活動テーマは、子どもたちから市民へ届ける感染症予防啓発活動。続きまして、優秀賞、団体名、三河町中高生ボランティアサークルライムライト。活動テーマは、地域に根ざした中高生の恩返し活動。続きまして、優秀賞、団体名、一般社団法人出来若クリエイターズ。活動テーマは、重度障害児者のできる、わかるを ICT で可能にする活動。続きまして、優秀賞、特定非営利活動法人障害学習サポート兵庫。活動テーマは、生きる力を身につける無人島学校。続きまして優秀賞、団体名は飯塚人材育成グループユリシス。活動テーマは、中高生が継続して実践する外国人支援をはじめとした地域貢献。優秀賞おめでとうございます。優秀賞を受賞した皆様、5組の皆様おめでとうございます。優秀賞には賞状、記念の盾、および20万円の賞金目録が贈られます。では最後に、栄えある全国大賞の発表を入江様お願いいたします。全国大賞、団体名、特定非営利活動法人親子劇場松江センター。活動テーマは、劇場っ子祭り初めてのお買い物。親子劇場松江センターの皆様、誠におめでとうございます。おめでとうございます。全国大賞には賞状、記念の盾、および50万円の賞金目録が贈られます。入江様、ありがとうございました。ありがとうございます。お席にお戻りくださいませ。それでは、今回の審査にあたりました、心を育む総合フォーラムより総評をいただきます。フォーラムを代表し、工藤様、お願いいたします。心を育む総合フォーラム2020年度子どもたちの心を育む活動、受賞団体の皆様、本当におめでとうございます。新型コロナウイルス感染症によって、様々な活動の制約が生まれる中で、変化というものに対する関係者の皆様の、ストレスや、負担というものも大きかったのではないかと思います。しかしながら、私たち大人がですね、まずは子どもたちのために何かできることということで、創意工夫をしていく一方、子どもたちの方が実は自分たちよりもできてしまう、自分たちよりもよりよく技術を使う、インターネットの使い方を教えてくれるということで、私たち大人の方こそが心を育まれるような。相互の育みというものが生まれた取り組みが多かったのではないかなというふうに思います。誰からの悲しみに寄り添う活動、互いに伴走する活動、親身に対話を重ねる活動、そこから育まれる多くのストーリーや子どもたちの笑顔、そして言葉、そういうものを大切にして今回7団体を選ばせていただきました。今回の受賞が皆様の活動の
少しでも支えとなっていくことを心より期待をして、私からの総評を終わらせていただきたいと思います。受賞された団体の皆様、本当におめでとうございました。以上をもちまして、2020年度、子どもたちの心を育む活動表彰式を終了いたします。